資料の屋敷。いやー、せつなけいすけだよ。前回ガラス、この鏡を覗き込んだら死にました。ザックバランでしたね。理不尽な死を味わったような前回で、トマトスープここにはあるけどさ、この真上ってさ、もしかしてあの二人が乱闘してるところの真下じゃないの？ってことで、これがさ、あの二人の血っていう、そういう考察が俺の中で繰り広げられておりますか。確かさ、ブレーカー確認したら外に出るための方法を探すんじゃなかったっけ。確か入り口が開かんのよな、確か。一応確認しとくよ。普通に携帯電話取りに行こうとしとったら、ここがあかんかったけん、他の出口を探そうみたいな感じで言おたな。確かこっちにさ、あってもね。これーこれー、おい、雨戸が開かない。じゃあこれー、雨戸が開かない。玄関も開かないし、外に出れない。宮崎さん、ワンチャン壁に穴開けてて、そっから脱出とかできんかな。実はパワフル宮崎さんとかじゃないの。実はパワフル宮崎さんとかじゃないの。村田さんと前川さんに。あの二人のとこ行くん。宮崎さんは知らんだろうけどさ、乱闘してるんだぜ。乱闘してるんだぜ。まるで幽霊屋敷じゃない。 That's right、 正解だよ。察しがいいね、宮崎さん。その察しの良さで、これまでどんな修羅場をくぐり抜けてきたんだい。骨は見つかるし、電気の調子も悪いし、気味が悪すぎよ。こういう雰囲気悪くないわ。わあとか言ったら、なんか開いたぞ、扉が。なんか開いたぞ、お前。気になるもん。もう、村田さんと前川さんのことよりも、こっちの方が気になるもん。トイレだった。暗っ。電気つけてからだった。そうだよ、このゲームはね、ちゃんと電気をつけてから入るっていうのが鉄則ですからね。言いよったやん。パート1あたりでも言いよったやん、俺。何もないかーい。行くぞーい。消えた。こっちか。お？あー、この時系列、このタイミング、このタイミングが、今度は何？この時系列だったんじゃ。行くよ、閉めよう。隔離隔離。村田さんごと危ない雰囲気のやつを隔離。わかりました、行きますよ。行かんかったら話が進まんのでしょ。おお、いきなりチェーンソーで音でかなったな。待ってくれ、一体何が起きたというのだ。前川君、私はちゃんと給料払ってるじゃないか。前川君、あたかも給料が給料少ないっていう、給料払ってないだろうみたいな感じで襲いかかってるような感じ。グギア、村田さん、前川さん、宮崎さん、危険だ、逃げろ。はいって、これ俺が逃げなあかんやつじゃない。まあ、俺が逃げなあかんやつじゃないの。あ、ここでダッシュの、ダッシュ D キーなんじゃ。あ、ダッシュだけんか。頭方に取ったんじゃ。ここでようやくダッシュ使えるのね。デフォルトでダッシュできるかなって。うわ、こっちこっち、タブこっち。あー、落ちてたこだ。あれ、なにだ、エンダー。連打系だった。連打ゲームだった。止めてる。なんか知らんけど、止めてる。何が今、何が起きたん。わあ、起きた、起きた。ああ、二回目は問答無用でした。あららららら、続け、狂気の俳句。さあ、やってきまーす。よっ、ナイスキャッチ。
ちゃんと下降りる、ちゃんと下降りる、ちゃんと下降り、あれ、ちゃんと下降りたつもりなのに、ちゃんと下降りたつもりなのに、階段の方に向かって決定機を押したつもりなのに、あー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 、ダメだ、降りろ降りろ降りろ、今のうちに、あーじゃあ、あ出れない、でも下出れない、下出れない、どこ行けばいいんだこれは。一体何が起きたんですか。話は後だ、とにかく言えるんだ。どこに、どう言いに行ければいいんですか。玄関はダメです、リビングの窓も開きません。お、こっちだ、宮崎さん、どこだ、どこ行くの。あ、勝手に動いてくれ。お、これだ、やめろ、それ中になんかやばいやつがおるだろう。やばいやつが、お前、あとチェーンソーの音をうるさないですか。ちょっとチェーンソーの音をちょっともうちょい抑えれませんか。はぁ、はぁ、でも、鍵が、これでなんとか、バル開いた、早く中に。何この自分の意図したタイミングで出れるシステム。やめて、そういうセルフシステムやめて、セルフシステム。あ、音が小さなってる。やった、よかった。言ったようだな。さっき玄関の鍵が開かないと言ってたね。はい、開かなくて村田さんと前川さんに伝えようと2階に行ったら、何があったんですか。私にもよくわからないんだよ。2階のベランダに倉庫のような部屋があって、奥の扉から前川くんがすでに気が狂っていたんだ。そんな、もしかして村田さん、前川さんに給料払ってなかったんですか。君もそんなことを言うのか。払ってたよ、ちゃんと。とにかく警察へ。あの骨もそうだが、あの家はおかしい。でもどうやって外に。村田さんの足元に何か。え、なんだ。さ、棚の中にあったみたいですね。またか。もうそこら中にお札があったな。これってまたお札か。2階の押し入れにも。いや、それだけじゃないんだ、もう1枚。どこに。倉庫のような部屋に落ちていたんだが。そうなんよな。おそらく1枚は畳の裏床だろう。跡が残っていたからな。倉庫の扉にも同じ跡があったな。リビングにも。押し入れ、リビング、棚の裏床に倉庫の扉、1枚足りませんね。ああ、まさか。いや、そんなことは。どうした村田さん。このお札と前川君はもしかしたら関係が。こいつによって呪われてるの。前川君呪われております。前川君、どういうことですか。まさか私が剥がしたから。前川君も剥がしていると思う。畳がめくれていたし。確かに押し入れの扉が開かなくて前川さんを呼びに行った時は畳はめくれていませんでした。そうだ、前川君が言っていた。お札を元へと。やっぱりお札が原因。ぬるよっと言ってしまったんじゃ。わからないが、この家から出られない以上はお札を戻すしか方法が思い浮かばない。も、戻しましょう。このままでは私たち前川さんに殺されてしまいます。助かる保証、確証はないが、試してみよう。その前にどこか休憩したいんだが、 HP が4分の1なんだが、センジュティって読むか、センジュティって読むんすか。これ4分の1しかないよ。頭がパニックになってるよ。こっち行ってみるよ。関係ないけどこっち行ってみるよ。お風呂入りたいよ。なんなら一緒にお風呂入りたいよ。なんだこれは。あ、初見だったな。そういや、トマトスープです。トマトスープなんです。ここの家の人が YouTuber だったんです。血なのか。
やっぱり呪われているんですよ。痛い！待った！まあ、また勝手に割りやがった、お前。大丈夫か？ガラスが飛んできて。うわぁ、結構グロい切り方してる。めっちゃ、え？ちょっと、切れた線、長ないですか？これ、縫わなあかんタイプじゃないですか？ちょっと、ガラスが飛んできて。血が出てるじゃないか。どれ、わしが舐めてあげろ。やめてください！大丈夫です。それよりも、お札を。しかし、宮崎さん。私は大丈夫です。ビシャーってすごい音してますからね。さっきまで聞こえてなかったらビシャーってすごい出血量多ないっすか出血量多ないっすかこれビシャーって。もうあたかもさ、スクールデイズ並みにぶっ刺された時みたいな血の出方してませんかこれ。ちょっと切れた程度じゃないっすね、それ。こんなことが、本当に。やばいな。血なのか。なんか弾に止まる。ゲームが弾に止まる。よし。ダッシュを覚えたまえけどさ、決定機に指を置きながら D ボタン、D キーにも指を送ってさ、なかなかちょっと辛いもんでね、できればダッシュはシフトキーが良かったなっていう個人的な発想。怖いよね。今後またこういう隠れ方するときあるんかな。怖い怖い。ムーンウォークしてる、ムーンウォークしてる、ムーンウォークしてる。すごい、昔ダンス部だったんかな村田さん。シフトキーをしながらだとムーンウォークし始めるよ。ふざけるのやめよう。お札を戻さなあかんのか。あ、やめろ。そのシフトキーやめろ、お前。シフトキーやめろってか、俺がやめなあかん。シフトキー押したらもう、なんかちょっとシュールなことが起きてるけど、やめろ。ここか、とりあえず1枚目。これですね。お札を、本当にこれでいいのだろうか。セーブはできるんじゃ、ちゃんと。お札を戻したところはセーブできませんとかいう、そういうハードコアなシステムじゃないだろうなって思っとったけど。いけるわ。よかった。何？あー、完全に消えたんじゃ、電気が。何？ブレーカーが落ちたのか。それとも。前川さん、頭脳的プレイをし始めてきた。電気を消したら相手の動きが弱るっていう、そういう頭脳プレイを仕掛けてきた。やるな、前川君。さすが東大出身。知らんけど。わからないが。私、怖いです。私もだよ。でも、怖かったら僕に抱きついてきておいで。抱きつかないのかい。一緒にもまとまっていた方がいいと思うんだよ。抱きつかないのかい。あ、抱きついてくれたんだね。違います。よし、行こう。くらっ。やべえ、画面の3分の1しか見えんね。これで、いきなりさ、青鬼みたいに、てんてん、わーで、ほんまに出てきた、ほんまに出てきた、ほんまに出てきたー。いやー、それはないでしょー、それはないでしょー、おい。くそ、頭脳プレイ前川くんの次は、待ち伏せ前川くんだったか。しゃ、イベントが始まる。どうすればいい？階段の意味でちょっと登ったふりをして、いきなり降りたらどうにか逃げれるパターン。それよりもさ、センジューティーってやつをさ、どうにかさ、回復したんやけど、回復する方ないんかな、これ。はい、どこ逃げる？あ、さっきの隠れどこがあったじゃん。そこに戻れてか。わー、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 こちらだし。わー、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 わー。おー、隠れろ、隠れた。間に合ったかな。黒ゲーム
なかなか置かないでござるな。わ、なんか出てきてる、なんか出てきてる、何か落ちてるな。あ、あれは何これ、レミコン、もしかしてこれ、なんだこれは、これはレミコン、レミコン、なんだそれ、レンコンの一種か。前川さんが持っていたものです。やっぱあれは前川くんだったんだな。あと逃げた。レミコン装備、意味あるのか。あ、お札4枚目、お札、前川くんが落としたのか。4枚目のお札ですね。2階に行こう。それよりセーブしたいんですけど。あ、怖、いきなり穴出てくれ出されたらどうしようもないよ。初見殺し、このゲームやっぱ初見殺しのゲームでした。やばいですね、やばいですね。上行こう。畳が、畳の裏、畳の裏というわけで、こう、うわー、突き破ってるわあいつ。乗っ取られ前川くん、すごいアグレッシブな入って方してきたよお前。連邦シックスシーズじゃんお前。よっしゃ、ここ、ここだな。気味が悪いですね。何の目的でこんな、わからないが、孤独死した前の全入居者が貼り付けたのか。それにあの間取り図にない部屋、封印したかったっていう感覚、あれの存在を封印したかったからのごとく。うおーん、宮崎さん大丈夫か。はい、抱きついていいですか。やった、あれやはりこの家は普通ではないな。生きて出られるのでしょうか。もうそういう話になってきてるからな。私のそばにいなさい。おお、来た、村田さんが度胸をつけてきた。無反応だよ。それに対して宮崎さんは無反応でした。残念でしたね。わあ、やば、なんだ、ゾンビ犬、犬。宮崎さん、危ない。ああ、戦闘するの、それはバールで殴るでしょ。前川君も立ち退いたバール攻撃だ。私は猫派なんだ。あれ思ったよりダメージがなかった。なんか前川君の方が強かったぞ。だから前川君の方が強かったぞ。バールをぐらいぐらいやった倒した犬の軍勢で。消えた、消えた、消えたってなんだ今のは。一体幽霊、犬の亡霊だったとも言うのか。え、資料、犬の資料も言うのか。し、信じられん。あ、この家に住んどった人のが飼っていたペットってことかな。ってことはさ、資料、家族で資料、資料って家族なの、家族の資料が出てくるの。怖いわ、それ数多いな。4人5人おるんじゃないの。パパ、ママ、お姉ちゃん、僕、妹、みたいな感じ。ここが日々あったところ。ですよね。ですよね。こっちやったっけ。私が、やろう。すみません。村田さん、これどっちが危ないかな。パッと見じゃさ、中に入った方が危ないんやけどさ、裏を書いて外にいた宮崎さんが襲われるパターンでよくあるよね。宮崎さんが謝ることじゃないよ。貼り付けた。ああ、何もなかったわ。てか意外とそんなに奥行きないんやな。もうちょいなんか奥行きがあるんかなと思ってたら入って3歩ぐらいのところに貼り付けたな。最後の1枚、お、入ってきた、入ってきた、入ってきた。今の音は、あの部屋か。え、入ってきた。え、前川君も入ってくる。急ごう。え、この部屋に入ってくるわけじゃないんか。
あ、怖っ。あ、いや、待てよ、セーブ。セーブ。急ごうは急ごうやけど、セーブセーブ。ここでもできるだろう。はい、一応。ですよね。よっしゃー、言いますよ。この先に何があろうとも、私は宮崎さんはだけは守る。そう、ここに誓って、私は行きます。私の48年の人生をとくとご覧あれ。48歳か知らんけど。アイドル、扉がまるで和田社長を招き入れようとしている。え、どこ開けた？来る、走って、どっから、どっから、後ろか、そっち、はい、ゴー。どうした、どうした、どうした、え、何が起きた。一瞬にして宮田さんが、宮田さんが一瞬にして消えた。宮田さんが消えた。どっか行ってレポートした。ずるいぞ宮田さん、ま、宮崎さんを残してどこへ行ったん。ずるいぞお前、お前こけたんか。宮崎さん、先にお札を。はい、ゴー。ま、待て、前川君。え、村田君、村田、村田さん、村田さん、前川君。ゲゲ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 。あー、あ、あー、どうしてゲゲゲ。助けてくれた。え、今だ、なんで。わー、バールアタック。してしまった。仕方ないよ、私はなんてこと。仕方ない、仕方ない。それよりはさ、さっきのカラスなんで助けてくれたん。え、なんか餌付けした。村田さん、俺が、え、見えないうちになんか餌付けしたんかな。な、何があったんだろうな。すごいミラクル起きたじゃん。これね、宮崎さん、ま、前川君を殺してしまった。そんな村田さん、あー、生きてる、生きてるわー。あ、確かに私はこうです。宮崎さん、お札を。は、はい、はい、着いた。ギューギュー。ああ、剥がれ方が黒い。お前、ルローニケンシの師匠みたいな感じだったぞ。お前、消えた。え、あの方もなく、よかったじゃん。村田さん、殺したって証拠はなくなったよ。遺体がなくなったってことで、殺した証拠なくなったよ。よかったな村田さん、そういう問題じゃないわ。ま、前川さん、宮崎さん、私たちはこの家で何を見たのだろうか。タララ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 タララ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 。前川君はこの扉の向こうで何を見たのだろうか。入っちゃダメですよ。気になったかもしれないけど、入っちゃダメですよ。どうした宮崎さん、生理か。生理とか言わないでください。村田さん、女の人にそんな簡単に生理とか言わないでください。手が、あ、そうか、怪我しとったもんな。痛い。え、何このか構図、何この構図、ちょっと、え、むラタさん、あれウイルス的な感じだったん。傷からウイルス入って感染してしまったみたいな、そういう感じだったん。資料と言いながら、呪いとか言いながら、実はウイルス的な。
バイオハザードやん。まだバイオハザードやん。そうか、これバトエンドかな、マルチエンディングかなと思うんやけど、バトエンドかな。誰も生きれずに出ていけ、誰も生きられんみたいな、そういうエンドはないみたいな、そんな話はないよな。この映画の確かにこれ B 級映画とかでそのラストでこういう感じで字幕流れるよね、これクレジットそれもちょっと B級ホラー映画意識したんかなだってさ、こういう歌詞のない曲がさ流れるよね、確かに B 級映画って、 B 級ホラー映画ってエンディングでキャスト、オープニングボイス、みっちゃん、みっちゃんあれみっちゃんって男の人じゃなかったっけ、ツイッターを見る限り。俺男の人かなと思っとったんやけど、女の人だった、あんな声出せるって女の人だったかな、あれみっちゃん男性女性どっちだった、作者さんみっちゃんさんちょっと俺そこら辺ちょっとあれだけど、長いなあれ俺の名前出とんやけど、なんで俺の名前出たん、ちょっと待って、ちょっと待って、なんで俺の名前出とん、今ちょっとさらっと俺の名前出てきたけん、え、じっ徹底してんな